今回は、FF タクティクスのイベントの別プラスやっていきたいと思います。で、メンバーはこんな感じで、踊り踊れるケット C 入れた方が楽かなと。あとは生属性で攻めようと思います。でよし、OK。 フレンドさんは鉄壁お借りします。これでいけんじゃないかな。クリルラ連れてきてるんで防御力も上がるし攻撃力もさらに上がるし、今回も後ろだけ狙う作戦でいきます。あー結構食らうな。よりあれだね、柔らかくない。お、敵も入ったし。とりあえずクリルダとアグリアスはゲージを早く溜めたい。それともねバースト打っていきたい。どうだろう。四五千。ああ出るね。敵がね、複数いると割と黙っちゃうんだよね。この選択ねしていかないといけないから、それがこう映るんだよね。集中狙いされてる。そう、回復ね、後ろのこの後ろの人の回復をね、前の人を回復してほしい。自分を回復しないでほしいな。そういえば血糖値溜まってんだね。こうかな。血糖値はね、火力が出なくてもいいんで。好きなキャラ補正がね。強い。ヘッドシーでね、1200出てれば全然強い。甘い。間違えた。普通に技使えばよかった。いいんだけど、いいんだけど。もうちょい。ステップいらなかった説。
OK。 なんかあれだね、今回のピクスのイベントは比較的かなり優しいね。トプラスプラスもだけど、ね、スプラスも言うてそんなにね、すごい攻撃が激しく飛んでくるわけでもなかったから、うん、ね、録画時間5分ぐらいで倒してるんだ。あ、なにこれ、ありがたい。じゃあ、まあ、次フルソートルダンジョン、これこの動画にくっつけちゃおうと思います、多分。はい、とりあえずフルソートルダンジョンやっていきたいと思います。一旦バイバイ。今回は、FF タクティクスフルスロットルダンジョンやっていきたいと思います。動画的に多分続きになってるかなと思います。はい、メンバーはこんな感じです。魔法パーティーで行こうかなと思います。マリアのオバフロでガッとフレンドさん、ヒロさんの鉄壁をお借りします。はい、よし、ゴー。まあ、こっちの方がね、さっきの方よりもはるかに早く終わると思うんで、できる人がいないんだよね。だから、お、もう一個、でも倒しきっちゃうとよろしくないから、ある程度は玉ねぎ待ちになるから。あ、強い、我ら来たレリー強いエース強いよ倒しちゃうな、これマリアとか入れていくとちょっと飛ばします。どうしようかな、リノは何もしてないねあのリノはバーストを入れた、使いたくて、この間手に入れたんで。で、ちょっと、今行くか。もう集中攻撃ですよ。取ってないからね、そんな火力出ないね。もう一回使ってあげたいけど、はい、うん、めっちゃ食らった今めっちゃ食らったよ、ね、まあ回復ね、はい、で、これでこれエースの場技で終わっちゃいそうな気がするな。我ら来たれり、我ら来たれり、
っちゃった。これ何分撮ってる今。わ、5分未満。なかなかないよね、5分未満で撮影終わること。はい。いやー、今回は本当優しい敵で、私的には、もうちょっと歯応えあってもいいかなと思うけど、熱プラスだしね。はい、フェスがね、もうすぐ来るから、今、ラッキー装備召喚ね、あれをちょっと引いていきたいと思います。あと3日間、とりあえずね。この後、1個目、回復のやつかな、行きたいと思います。はい、じゃあ今回終わりたいと思います。バイバイ。